皆様こんにちは。オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。リーパーも素顔はこんなでありました。しかし何かがあってあんなになってしまって、俺はサイコパスではない、完全無欠のサイコパスだー。ゲーム、もうダブリだらけですね。でもですね、結構開けてるんですよ。今ランクが96ですから、ある程度開けたはずなんですけれどもですね、そうですね、まあ、各キャラ54個マックスの中で10いくつと20いってるヒーローがいませんからね。しかしまあ先日ですよ、ディーバの、まあ、スキンを購入したんですけれども、いやもう切れて目も買っちゃいました。いいかなと思って、ちょっと太りすぎなんですけれども、まあ色がすごい好きなんで、水色とピンクっていう取り合わせすごい好きなんですよ。もういいかなっていう風に買っちゃいました。そしてね、この前すごいんですよ、レジェンドが2個同じ箱から出て、まずですね、ファラですね、メカクイーン、エステバレスみたいですね。そしてマーシーですね、デビル、デビルアローは超音波、デビルアローは超音波、デビルアローは超音波。というわけで今回もクイックプレイやっていきましょう。新しいヒーローを使いたいような、使いたくないような。ルート66は大好きなんですけれども、っていうかもう基本的に攻めはディーバ、守りはジャンクラット、もう大体これで固定ですね。まあそんなところはあるんですけれどもですよ、まあ、ちょっといろんなヒーローをね使っていきたいというふうに思っております。と言いますか、ついね通る秒まで触りました。やっぱり1回も触ったことないのはダメかなというふうに思ってます。これにより実戦で使ったことないヒーローは源氏のみとなりました。源氏はマジで歩いて死ぬ、歩いて死ぬを繰り返すだけだっていうふうにね思いますから、やっぱり突数差でいきますか。ふっ、いや、まあいいですからね。やめた、ここは突数差っていう面じゃないや。あ、ラインハルトっていう面だからな。ラインハルト、そしてファラがいて、私もかつてあなたで、スナイパーがいて、でリーパーがいる。せっかくですからこのメイの新しい衣装使っていきますか。でもね、自分でこの衣装を変えたところでですよ、こうやってエモるかもしくは死ぬかでしか自分の衣装見れないんですよね。深いゲームですよね。肉片と化した、さっきまでまさに呼吸のね息吹を感じていたのに、絶命した瞬間肉片となりました。その瞬間でないと衣装が見れないっていうね、悲しい物語ですよ。ああ、おあ、おあ、おあ、しかし目でいいんでしょうか。あんまり良くない気がするな。まあいいや。おお、いきなり来た。すごいラッシャーの方ですね。やります。あ、無理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 、バフテオいるって、早く言ってください。回復しますか。あ、回復してくれてる。行きますか。止まってるぞ、お前を破滅へと導く。死にます。あ、相手の方の、あ、そう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 、こうならないと新しい衣装が見れないと。いいですね、ちょっとこうまだら模様のおパンツと、相手の方のコンビネーションがいいな。外側から一体一体キルしていきたいですね。あ、と思ったらかなり進んじゃってる。待って、自分も戦いに参加させてください。あ、バスに呼んだ。あ、見つかった。当たらない。よっ、上からお邪魔しますか。思ったらいねー、よかった。これね、ロードトップとタイマンはかなりきついですが、あ、他の人がいてくれた、ありがとうございます。え、待って、なんか触ったら溶けるぐらいの体力にすでにしてくれてるんだけど、なぜ
フアのオブついてました？いや、わからんな。あ、足音がいっぱいする。ほら、ソルジャーっぽい。全然違った、ロードホーク。値千金な動きをしてますね。そういうことしちゃいますか。リスポーン地点が遠い。あっ、これいけ。ダメー、マーダーすぎる。あっ、どうしても自分が大切すぎて回復取っちゃう。困ったな、先にバスティオンがいるからな。あれ、バスティオン上？よし、これでもう存分説明させれるぜ。あっ、今じゃペイロードの上に乗ってるバスティオンをスルーして歩いてたってことですよね。いやー、失敗失敗。これなんやかんや、あの第一チェックポイント超えられなそうだな。お、ロードホークの。え、ちょ、なんなん今回復打ったのに。ダダ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 。これどうすかな。困ったな。どうしましょう。さっきまでいい調子ではあったんですが、足並みを乱しているのは割と自分みたいな。とりあえずウルトを合わせてペイロード、ペイロードを進まろれ。あ、ロード俺の目から逃げる。これどうしよっかな。なんということでしょう。ロードク倒したかったな。ただ中にいっぱい人がいましたね。ボロボロって、はい、フィニッシュ。あそこでウルト打ってもいいぐらい人がいらっしゃいましたね。ゴリラのウィンストン、よろしくね。すごいすごいですよこれ。あれやべ、こんないろいろあったのか。別の戦場では俺に入れる。俺、よし、まあ一人じゃね、青に全員入れますよ、青の人たちはね。え、そりゃそりゃそうですよ、一緒に戦った仲じゃありませんか。6キル5です。そういうこともあるでしょう。しかし次の試合はいただきますよ、ドドリアス。ということはこれはルート66の次は防衛になるんでしょうか。どうなんでしょうね、全然違う面になるかも。イリオスとかね。まもなく敵が接近します。トールビオン使ってみます。あ、でも2人になるのはちょっと寒いな。自分はあまりキャラかぶり好きじゃないんですよね。これ単純に好みです。やっぱりその格ゲーの大会とかもキャラかぶりあんまり出ないようにしますよね。セントスカーニバルとか。まあジャンクラット様ですかね。
ぱりどこまで行ってもジャンクラットですよ。あれディフェンスの神ですからね。今日も一日ぶっ飛んでいこうぜ。まあいつかトールビョンとか使う日も来たりもするかもしれませんし、来ないかもしれません。おーすごい、赤い彗星、逃げろ。我が輩は戦いのために。あれこの人、あれこの名前ちょっと見覚えがあるな。以前あの一生裏取りをしてたラインハルト使いと当たって過去最高のトラウマを植え付けられたことがあって、あのすげえ高いところから俺芋砂してたんですよ。そしたら後ろからよりによってラインハルトに殴られてやられたことがあって、でそれ以来その人の動きを見てたら常に裏取りを狙ってるんですよラインハルトで。それが恐怖になっちゃってて、どうなんだろう、フラトリしてるかな、ちょっと見たいな。ライハルトどこだ、あ、ちゃんと守ってる。じゃあ違う人だ。あ、マジか、やべー倒せなかった、ショック。なかなかキルが取れませんね。あったねー、いや当たらなかったなんか味方がパッシブでやられたようなエフェクトになりましたね。ゴリラに絶命させられる、そんな人生もあるでしょう。おお、いっぱいみんなやられたっぽいな。しかしペイロードが進んでないということは誰かが一生懸命守っていてくださっているということで、なんだこれ、おお、すんげえライン上がってる。いや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 、ペイロードでしょ。ででえ、なんかすげえライン上がってる。あ、うわー、一回出してくる。やばいやばいやばい、一段刺してまた一段。やばい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 、バリ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 、助けて誰か。やめろ、壊された。当たれ、うん、え、ゴリラを倒せないだと、ちょっと浅かったかな。よし待て、当たらんな、マジか、無理、あ、当たって、あ、うまいね、パッシブを避けるためにアシュラ旋空、さすがの猛者と言うと、あ、助けて、あ、まあ、キル取られると分かっててもなんかちょっとかわいそうになりますよね。いや、ありがとう、アーマーの置き方が素晴らしい。伊達にトールビョン30年使ってないということでしょう。いや、ここで止めますよ。いや、無理かな、あと2分じゃ。あ、油断大敵、そうだ、なんだ、肉片フラコリー、やるわ、よし、この辺に置いとくか。さて、何が来るかな、よし来い、なんか運が良かった、上にいる、紐もついてる、あ見てるとちょっといけますよね。当たらんな、
当たれー。あ、いない、あれ、いない、誰もいないよ、誰もいないよ、誰もいない、あ、いた、ラッキーです。ラッキー、ラッキー、ててててて、あ、死ぬ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 、無理、相手の方の名前小錦関ってなんでなんでそんなお名前になっちゃったんでしょうか。しかも関いらないんじゃないですかね。お、全員やった、あ、じゃあこれ勝ちじゃないですか。急げ、歩くのが遅い、もう片足だから。てか貧乏じゃなかったらね、多分この時代ならメカの足とかできますよね。目的の誰か、あら、美味しい。ただ打っただけなのに、これはこのまま行っちゃった。ありがとうございまっする。いやー、かっこいいな。もうなんかラインハルト絶対人じゃないっていう感じですよね。バーン、むずふん、いや、かわいいな。いや、リバネーはねー、メインヒロインまでありますよね、このゲームのね。まあ、色物なんですけど、実際は。あ、うまい、この方。動きすごいな。うわ、味方でよかった。この方でいいんじゃないでしょうか。あの動きは自分には絶対できません。ディーバー相当使ってますけれども、ちょっとあれはできないな。あ、なんか、クイックイッと動けるのいいですよね。なんか自分がやると、なんか、あ、まだクールタイム、まだみたいなことすごい多いですから。まあ、そこら辺の差が、初級者と中級者の差っていうところなんでしょうね。いや、自分はね、そろそろ100レベルっていうところなんですけれども、まあ、そこでやっと10レベルぐらいなのかな、普通の人のっていうところありますよね。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。